ですよ、はい、打ちました、取って3アウトです。さあこれからバファローズが守備につきます。そしてマウンバッターはブラッシュ、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ初球は何か、初球打ち伸びていく、入った、ホームラン、先制ホームランです、ジャイアンツ。いや、打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。3番バッター外、ワンアウトランナーありません。バッターサード取った、アウト、ツーアウト。バッターは DH 糸井、ツーアウトランナーありません。初球打ち、センターに抜ける、ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁、バッターボックスには5番土井。ジャイアンツこの回先制となるホームランが出ています。初球は何で来るか、キャッチャー二塁送球する、盗塁、引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ついに最終回を迎えました。追いかけるバファローズの攻撃、バッターボックスには指名打者の中村。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。アウトコース見送ってストライクです。打ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。5番バッター中村、村山まずは先頭バッターを打ち取っています。インコースファウル、ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあ何を選択してくるか。2球目打ちました、ライトが取りました、2アウトです。バッターボックスには6番八重樫、2アウトになっています。この回の村山4球で2アウトにしています。真ん中打ちました、破りました、センター前、同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー1塁、バッターは7番に入っている辰巳、ヒットでランナーを1塁、ふわふわっと上がった、最後は内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了、見事1点差を守り切り